メッセージの受信に失敗しました。メッセージの再送信まで待機してください。アイテム番号 SCP-488JP。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル SCP-488JP はサイト、81の定期限度生物収容室に収容するには危険すぎるため、外壁の厚みを20センチメートル以上に保った 5m×5m×5m の高危険度人型実体収容室に収容してください。SCP-488JP の期限を損ねないように1日に2回適切な食事として生きた人間の子供を与えてください。SCP-488JP の個体数は増加傾向にあります。収容を維持するため繁殖活動を機動部隊ができる限り妨害し、機動部隊以外の人員も妨害行為を補助してください。現在、財団は総力を持って14体の SCP-488JP を収容しています。SCP-488JP に関する業務を行う職員は最低1度、SCP-488JP の恐ろしく残虐な実態、画像、動画を自身で目視し、それでも気を失わずにいられるか試験することが義務付けられています。この文書への質問、編集要請は収容リーダーを通して情報管理チーム、赤ずきんに連絡してください。説明 SCP-488JP は大陸狼の一種が突然変異を経て人間の姿を得た生物です。SCP-488JP は文献の情報によると強力な現実改変能力を備えており、自身に関する情報の作成者を現実改変能力を使用して無残に殺害します。あらゆる情報媒体のうち、文書、音声、肉声、画像、動画、その他すべてが情報としてみなされ、不幸にも SCP-488JP の殺害対象になります。SCP-488JP の現実改変能力を使用された人間の情報は明文化することすらはばかられ、SCP-488JP が客観的な視点から見ても倫理観に欠けた、凶暴で残酷な人狼、であることを示します。SCP-488JP の行う現実改変は対象に対して全体的ではなく、身体の一部の改変、機能不明な部位の追加という醜悪な形式をとりますが、これがあくまで SCP-488JP の手加減であることに留意すべきです。改変された対象は大抵の場合、データ削除済み。犠牲者の復旧の手段は財団によって限りなく模索されましたが、講じられた試みは残念ながら全てさらなる改変という結果に終わりました。SCP-488JP は、山の周囲で人狼に関する噂が横行し機動部隊が投入されたにもかかわらず、その実態すら見ることが叶わずに機動部隊が全滅し犠牲者や死傷者が多数発見され、追加の援軍も一人も帰還しなかったことから財団の注意を引きました。さらなる調査で機動部隊隊員が残した SCP-488JP の情報から SCP-488JP の改変能力が明らかになり、大規模作戦で、名の犠牲者を出した後、ようやく全ての個体が収容されました。SCP-488JP は大陸狼種の中に限らず動物の中では随一の戦闘能力を誇り、熊やシャチですら SCP-488JP と比較すると絶望的に活動能力が劣っています。そのため SCP-488JP は改変能力すら使用せずに全動物を蹂躙できます。山周囲の人間は SCP-488JP に服従し、SCP-488JP 中心の文化を築くことによって生存を図っていたと推測されています。実験記録4881、日付20。対象 SCP-488JP。実施方法 D-3793 を収容室に入れ、生贄として捧げる。結果接触による異常性は発現しないと推測されていたが、SCP-488JP が D-3793 に触れると皮膚が激しく、変臭済み、し、それからはとても見ていられなかった。D-3793 は SCP-488JP について、ああ、この世の終わりだ、と述べ、逃げようとすると直後に D-3793 の叫び声が収容室に鳴り響いた。D-3793 は現実改変能力によって、データ削除済み、に変換され、絶大な苦悩を示した。分析は、我々は生贄なんだ、博士。ホイ改変された文書を赤色に着色する試みはデータのさらなる改変を招き、有効な手段とは判断されませんでした。
詳細な経緯は研究ログ488、犬科生物の色覚と書体ごとの改変傾向の関係性を参照してください。現在、この文章を含む SCP-488-JP に関連する情報は、恐怖と混乱を避けるために常に情報管理チーム、赤ずきんによって改変監視と着色処理が行われています。メッセージの再送信を確認。受信に成功しました。メッセージを表示します。自動通達。この文書は情報管理チーム、赤ずきんによって作成されました。文書の編集権限は、赤ずきん所属者に限られます。この文書を閲覧する際、赤く着色された文字だけでなく全体を読むようにしてください。